麻雀グランプリマックス二次予選 A 卓の模様をお届けしてまいります。実況は柚木美香、解説は瀬戸熊直樹プロが務めます。瀬戸熊プロよろしくお願いします。それでは対局室の準備ができたようです。麻雀グランプリマックス二次予選 A 卓、立会人吉田忠の合図で最終5回戦目がスタートいたしました。5回戦目、ちいちゃから森山、なんちゃに柴田、シャーちゃに二階堂、ペーちゃに近藤といった並びで最終5回戦目がスタートとなりました。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われております。最終戦ドラはチュンです。親番の森山、トータルポイントがマイナス 0.1 と現在は3着目ですね。柴田がトップ目のプラス 18.7、 シャーチャー二階堂がプラス 3.7、 ペーチャー近藤はマイナス 24.3 というポイント状況となっております。はい、瀬戸熊さんいかがでしょうか。そうですね、まあ一番の焦点は、はい、ルミさんと森山さんですね。ここは着順勝負、 3.8 の差ですね。 3.8 なんでほぼ着順勝負ですね。はい、はい、着順勝負なんで、まあ、分かりやすいですね。近藤さんはトップが必須かなと。マイナス28と、うん、そうですね。そして柴田さんはだいたいラス引かなきゃいけるかなみたいな、浮いてればほぼ勝ちでしょうね。そのぐらいの感じだと思います。柴田さんはじゃあちょっと流しに来るようなイメージでしょうか。そうですね、柴田さんはまあ二階堂さんか森山さんより上の着順で終わればいけると思うんで、まあちょっと守備的にいくとは思いますけどね。はい、ありがとうございます。はい、今何トイツなんですけど、はい、これもペイの保険があるから仕掛けるとは思いますけどね。保険のないときは仕掛けないと思います。要はブクブクにはしたくないと。はい、そうですね。マンズが押し寄せてきます ね。 そうですね、本一にいった。はい、まあ一回マンガンクラス上がっちゃうと相当楽になるんで、狙えるときは狙うと思いますね。より安全な位置になりますね。はい、うん、ドラのチューンは近藤と森山の手に1枚ずつ、すいません、ルミもですね、はい、うん、3名に分かれています。ポンカンなんだ、うん、柴田が何ポン、自家製のなんです。はい、何ポンしたけどペイはポンしづらいですね。ですよね、はい、アンパイなくなっちゃいます。ドラのチューン、はい、二階堂から打ち出されました。うん、いいし、リャンシャン点ですね。次いった。はい、まあ、これで柴田さんもある程度広げやすくなりましたね。もうドラがないと。そうですね、ただドラ親と二階堂さん切ってきたんでちょっとスピード感はありますけどね。はい、いや嬉しくないなこれ。あんまり上引き、近藤がいいシャンテン。はい、すごいメリハリ効いたところで切りましたね、二階堂さん。チュンですよね。うん、はい、まあ柴田さんがハネマンクラスだった場合は別に降りた場合に積もって親かぶり誘うのもあるかなって感じも計算あったかもしれないですね。二階堂としてはもう森山との勝負と、うん、そうですね、まずはそこを見てると思いますね。はい、うお、来た、いいの来たね。カンパピン入って、はい、イースーピン、ウーピン、街はいいけど打点がない。どうしましょう、親番です。そしてイーピン3枚切れ、はい、一旦チーワン短期、チーワン短期、あの絞りましたね、柴田へ警戒してと。はい、チュン切りあるな。チュン短期まだ見てるかな。2枚切れ。あ、チュン切りだ。チュン切れ。ん？これでイーシャンテン、柴田、はい、自家製のナンをポンしています。来た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 。リャンウソ。リャンウソ待ちでリーチ対応ピンフと。うん、高めイーペーコ、二階堂がリーチに来ました。リャンゾーが高めのイーペーコ。あ、こっちも来た。あれ、ほんと
3万現物ですね。はい、2回の目の現物3万です。これは一君チーソ3枚切れ。うわ、闇天か。役なしの闇天に構えて、ポンだ。3万をポンして、2万とペイのシャンポン、天杯。うわー、両層高め積もりました。リーチ単葉、ピンフツモ、イーペイコー2000、4000。2回の上がりとなりました。逆転ですね、これで。柴田さんは逆転してる。あ、そこまで行きましたか。行くと思います。1人になる。15ポイント差。はい。はい。ああ、まだ逆転したね。逆転してます。はい、9ポイント。ドラは初です。どんな2曲？柴田の親番です。現状のポイントがこちら。一見、森山さんのターゲット柴田さんに移ったように見えますけど、はい、だけど、まだルミさんの方がまくりやすいですね。ルミさんの着順と着順というか3万点を、あの点数をまくればいいだけなんで、はい、柴田さんをかわそうと思ったらちょっと浮き沈みとかいろいろ絡んでくるんで、うん、はい、数字上は柴田さん近いけど実際に感覚的にはルミさんの方が近いですね。はい、森山さんとしてはルミさんをまくると、はい、そうですね。うわー、6、7、8にしたいのにしたいのにチューンといつもリエマの手配。ドラ1枚。はい、流派のドラは1枚です。イカイザさん、チューン切りが良かったですね。ドラのチューン思い切って切っていきましたね。柴田が何をポンしたタイミングでした。うーん。イースチーピンを残すか。9番6ピース残しましたね。はい、両面両面の。お、チューンアンコになった。いいシャンテン。チューンアンコは森山。何ペイとドイツですね。柴田の手配。本一に行きましたね。はい。はい、もうドラを打つなら本一。ドラを切りたくないし、本一ドラを使うと。はい。ソーズだ。関連層入った。整ってきましたね。はい、二階でもいいシャンテン。森山さんもいいシャンテン。トンは安全牌。うん、あ、イースマン結構切れてるんですね。イーマン3枚で。そうですね、ちょっともう頭になりづらい。来た、ロケソバリーチに行った。今度、はい、ピンフのみだけど結構、あ、打った急走だ。2000点。はい、今度の上がりです。リーチピンフ2000点。すがすがしいぐらいまっすぐいった。秒速で切られていきました。でもね、ああいうふうになんかやっぱ戦っていくと手はなんかあんまり落ちないような気がしますね。どんな三脚です。2回ラの親番、ドラは何です。ドラは1枚。マンズで一メンツ。シャーガトイツ。すごい。今度の手めちゃめちゃまとまってます。めちゃくちゃいいじゃん。が1枚。柴田も悪くはない。近藤さんはやっぱ二階堂さんはかわしてからですからね。とりあえず満貫クラス。おお、来た来た来た。まず1回トップに立ってって感じですね。そうですね、トップに立ってからですね。トータルこの話のトップは必須だと思いますね。はい、このチャンス手物にしたいところ。うん、うわましいね。うわましいですね。
さあどうだ。あ、来た。まあしょうがないですね。ここは両面ですね。はい、はい、リャウマ町でリーチに来ました。今度リーチタンヤオピンフ。お、こっちも伸びてきたけど、リーチを受けて柴田さんは行きたくない。特に近藤さんに打っていくとどんどん紛れていくんで。ああ、うん、リャウソ、リャウマはいかがでしょうか。手牌に5枚、1、2、3、4、6枚、6だ、はい、しかない。あー、ドラドラ、あードラドラになるとリャウマちょっと危ない。このリャウマ危ないか。うーん、ね、ドラドラは行きたいですもんね。勝負手になりますね。山には残り少ないですが、追加宣言牌の裏筋なんでね、結構リャンは通りやすいんですよね。あ、ローマンの、はい、3、4、6では持たないじゃないですか。持たないだから結構切りやすいんですよ今回は。いい傾向があったから と、はい、ということでね、はい、はい、そうです、結構レアケース。リーチタンヤをピンフ3900点、近藤の上がり。こんな4局となります。30局上がりを決めた近藤の親番です。まずはトップ、この半チャンでのトップを目指して。ドラは小さ、うん、近藤さんまだまだ点数必要ですね。はい、現状ではマイナス 16.4 ポイント。手牌は白重なったが、まだちょっと重たい感じはあるか。柴田二階堂からしたら、はい、もう早く終わらせたいですね。そうですね、近藤さんと森山さんの親は終わらせたいですね、二人は。そこは共通の認識なんだけど、はい、自分が無理して行ってまでとは思ってないでしょ。難しいところですね、はい、本当に。もうあなた行きなさいあなた頑張ってよいや、君こそ頑張ってそういう感じです譲り合ってる感じですね。はい、ここでね、近藤さんも4000オールぐらい引くとめちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いですね、はい、見てる方は。やっとる方はたまんないですけど。ああ、下三蔵いいの引いた。いい感三蔵。森山をトンカさん寝た。そうですね。わー、来た来たよ、両面両面。リーシャン点、柴田。絶対闇点ですから、しかもね。絶対闇点ですね。柴田のポジションからは絶対闇点。はい。リーチする必要性がないんで、高め入ろうが休め入ろうが闇点ですね。これ3色とかになっちゃって、あ、仕掛けた。チーした。点数ピン。これはピン図がめちゃくちゃいいってことですかね。でもここにあんこなんですよ。あら、スーピンが、あと1枚います？スーピンいますね。あといるけどちょっと焦ったかもしんない。うわ、うわ、いいピン入ってたですね。あれ、あー、チートイだ。テンパっちゃったよ。ペータンキか。チートイツペータンキはリーチに行きました。うわ、ドラだ。ギブアップ、ギブアップ。うわ、スーアンコになっちゃう。イーシャンテンですね。でもね、イーピン、あー、ペ危ない。今度は今度の持ちはペータンキ。イーピン、ローピン、ナン、
イピロピナン。あ、なんかペだ。これは近藤の上がりですね。4%リーチチート率4800。近藤の連チャンです。トンの4局1本場、着々と、はい、祖典を築き上げてきましたが、森山さんちょっときつくなりましたね、今の報酬で。はい、二階堂さんまで3万点ぐらいかな。朝が2万ちょっとですかね。はい、まあ最後の親番勝負って感じになりましたね。うん、また手配、これに差しも見えますし、はい、いい手配、ドラワシャーです。今度現状で、あ、シャー、ドラ、ドイツ、船に、あ、シャー、地風のシャー、ドラ、ドイツ、柴田です。柴田さんここで決めたいでしょう。はい、どうだ、手配まとまってきた。森山シャーはどこだ。まだ誰の手にもありません。ドラのシャーは山に2枚。近藤さんは、はい、柴田さんまで20ポイントぐらいですね。はい、はい、だいぶ迫ってきました。迫ってきましたね。4000オール積もると本当に、うわ、確かに現実的になりますね。いいシャンテンか。一応シャア泣けない形にしましたね、今ね。あ、本当ですね。まあ泣くでしょうけど、はい、ポンテン、あ、これでポンテン入りますね。はい、シャア山ですね、まだ。お、二差しになった。シャア山になんですよ。二差し、二差しありますね。森山、あ、でも数素ゼロだ、なんと。え本当だ、悲しい。悲しいね。まあでもリーチすることが大事ですよ、ここは。はい、親番です。今度9番が2枚切れた。シャー、これなんと、スッチーは闇天だ。でもこれ二階堂さん打ったらやばい。これ ルミさん打ったら、まあまだ、うん、あ、違う、一本場だ。沈みになって近藤さんの方が上になっちゃいますよね。8の4はまだか。まだですね。まだ足りないけど、かなり差し迫っちゃいますよね。はい、そうです。怖い怖い怖い。柴田が闇点。スッチーマン待ち入れてます。マンガンです。これは近藤さんリーチでも柴田さん相当いくね。ですね。はい。そして何事かとなるわけですよね、うん、周りは。仕掛けた、うん、二階堂が仕掛けた。感知層天敗単用、こういうところ今日かわしていく二階堂ですから。うわ、どうなる。9番握れ、リーチかな。 E1、 9番リーチもある。 E1、 9番、 9番落としもある。9番落とした、ダブと狙った。何が起こる。これリーチ考えてるってことですか。うん、そうですか。リーチ行きましたね。スモギリリーチに行きました。町はスッチーマンです。二階堂さんにかわされたらそれはそれで嫌なんですよね。この手は、この手は上がりたいと、この手は勝負にしたいってことですね。来た、テンパウッパピン、闇テン。ウッパピンは現物ではない。パピン4切れ、4切れだ。めちゃめちゃ切れ。あ、でもウッピン出るかも。ウーピン切ったらむしろラッキーというか、ラッキー、おー出た。ここは森山の上がりです。ピンフ線は1300。違う人にかわされてしまった。あのルミさんにかわされたくないと思ってたのが森山さんにかわされたから。確かに結果は一緒みたい。さあ森山さん、ここ勝負。何の一曲、親番再び森山です。
ドラがローピン、勝負どころ。勝負どころですね。大切な大切な親番です、はい、ドラローピン1枚あるぞ。どうだ、トイツ多く見えるか。何がトイツ、何トイツですね、はい、トイツが4、3組かな。スピード感はありそうか、うん、仕掛けも効きそうな形、まあ、周りじゃ、うわすごい、いや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 、いやそんな、ここは遅そう、ここはまあまあかな、つも次第。一メンツ、まあ、二メンツになったね。二メンツか。あ、ここも引いた。にゃま。大事な親番。ああ、イーシャンテン。早くも。両冠両面イーシャンテン。はい。イーシャンテンは柴田か。役割がいいですね、本当は。何本したくないけどな、ちょっと相手も早い。なん、どうします、仕掛けます。あ、ちょっとね、ローピンが出る形になってるのが嫌ですよね。嫌ですよね、せっかくの打点の元が。しかもね、あ、来た来た、これで泣かない可能性ありますね、一回。つもり3アンコウなどもあるか。やっぱりここ結構点数必要なんで、はい、刻んでるとね、曲数増えるだけなんで、一発決めたいですよね。ものにしたい。何個になったらどっちでリーチなんだ。いいピン1枚出ましたね。はい、パーピンも1枚出た。勘違いピンになりそうですね。勘違いピンっぽいですね。お、ペン、なんだ、いいペーコー、チートイツもある。リャンペーコーもありますよ。リャンペーコーだ、本当ですね、うん、ローピン引いたら大チャンス。ローピンがあと1枚、ドラのローピン。引けない、引けない。いいシャンテンが長い、柴田。あ、ポンだ、ポンテン。なお、ポンして勘違いピン待ちの天杯森山です、親番。はい、チーピン3山、チーピン強いね、3。あれ、本当ですね、うん、うわー、ドロドロ、いい、嬉しい出回り。ローピンがないない、EP1 枚、 EP1 枚。でも EP1 枚強いんじゃないですか。ん、 EP1 枚強いですよ。はい、ただ3から1になっちゃったね。枚数はちょっと減っちゃいました。打点を3倍ぐらいになって3倍。なお、ポンしている森山の手配です。柴田さん、行きたくないんですよね、中途半端な形では。さっきのは行けたけど、うん、ということですよね、うん、チートイツはいいシャンテン。近藤さん勝負。あれ、なんだ、急速か。近藤さんローピンないんでね。あ、そうだ、リャンペイコーは、うん、ちょっとなりにくいんですね。ローピン出ることもないですもんね。そうですね、ここからはもう。森山さん、 E ピン積むと2ロコール結構加点ですね。はい、なんドラドラ、うん、うわー、いいの引いた。天杯スッチーソーやみてん、柴田。スッチーソーも強いね。スッチーソー強い。あー、2回差さんチーソー危ない、危ないですね、親の筋だから。あ、来たー、リーチか。ウーピン切って、ウッパーソー。リーチに行きました。柴田さん、チーピン生き切れないかもな。チーピン関係なくなってる。やめあり。やめあり。スーワン。直撃はきついですもんね。スーワン行った。ウッパー、ワンチャンスか。スッチソー。スッチソー、ウッパーソー。イーピン、ローピン。スッチソーだ、チーソーだ。柴田の上がりとなりました。ピンフ、先点、かわした。はい。森山の親を、かわしていった。はい。森山さんは親が落ちたんで、はい、あとは最低3局で二階堂さんをまくらないといけないですね。はい。条件としては変わらず、二階堂の逆転。はい。はい、何の2局となります。柴田の親番です。ドラはローソー。
柴田さん、マンズ外しがうまかったですね、今。マンズ外し。マンズ外して、ピンズ、ワン、一メンズ作って。はい。柴田の手配がいい、うん。めちゃめちゃいいです。ドラローソーです。近藤はどうだ。まずまずか。森山は高打点が必要になってくる。3局で2万点。はい。はい。ハネマンマンガンのコンビネーション。コンビネーションで。はい、でもこの手範囲十分な打点、ね、狙えそうな手ですね、はい。ただ柴田がめちゃめちゃ速そう、はい。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいいです。うん。順ちゃんの種どんどん増えていきます。はい、柴田さんとしてはやっぱ安心できるゾーンは、はい、まず二階堂さんをかわしたいですよね。うん、うん、自分がターゲットにならない位置に入りたい。現状は二階堂さんの方が上なんで、近藤さんのターゲットは柴田さんになってますね。はい。となるとまだこの手は上がりたい手ですね。そうですね。ただ近藤さんもどんどん積もって上がっていくと二階堂さんの展望が削れていくんで、沈んだ瞬間は二階堂さんがターゲットになりますね。どっちでもいいみたいな感じですね。どっちでもいいけど、とにかく自分が上がらないとしょうがない。はい、はい、森山さん単純に二階堂さんまくりに行くのが一番簡単ですね。うん、急走ですか。なかなか手が進まない。この形が続いています。そうですね、形はいいですけど、お、一歩前進に街道。いいんですよ、いい。まんちゃん来ましたよ。ペヤンコリーチはどうなんだ。打ちたくない。まあ3色見えるんでね、まだゴロチが。はい、ああ来た来た、いいシャンテン。うん、でも戻しですね。いいシャンテン取らず。はい、うわあ天敗。うん、ああなるほどね。こうしとくと役割になります。金がつきやすいんで。やっぱりリーチは打ちたくない。そうですね、うん、単純に天敗取らなかったですね。はい、結構お手本としていいんじゃないですか。このペイ、あんこからのペイ切りですね。あんこからの一番ある条件線においてね、はい、はい、このような状況の時はやっぱペイ外しが一番優秀ですね。昨日若獅子往来ね、ベスト16決まりましたけど、うんうん、はい、このトーナメント用にはああいう手順は覚えておいた方がいいですね。この手順でもめちゃくちゃ難しいですよね、はい、なんかまあ慣れてくるとね当たり前なんだけど、はい、うん、あれをね自分の体に染み込ませるまでがね、ああいうペイ切るのなんかこうすごい体がちょっと拒否反応起こしちゃうんですよ。そうですね、最初はね。はい、これはパーピンが3枚切れてピンズ周り切れてきたんで、リャンソーとウソのくっつきに変えましたね、二階堂さん。はい、見事な選択。お見事ですね。そう、役割転廃になりました。安心の闇点ですね。安心の、来た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 、リャンソーキューピンね、欲しいの。いいシャンテン。リャンソーはなさそう。あと1枚あります。1枚あるね。1枚ありますか。1枚ある。キューピンは、キューピン何切れ、3切れ。ああ1だ。1枚ずつ。あ、これでちょっと広がった。イーソーの分広がった。いいですね。イーソー当たり、しかも二階堂さんに。あ、そうでした。イーソー闇点入ってます。今度はじゃあリャンソー引いたらアウトだ。森山さんは。ドラか。3段目、いった。いった。二階堂ルミからドラが切り出されました。何事だと。いや、それは嬉しくないんだ。これ言いそうになっちゃうかな、一回。三切れ、三切れ。ローソンの筋で3分割れますね。そうですね。
シャンポンは3切れ言いそうになりますよね。二階堂の上がりとなりました。ピンフー1000点。いやー、勝負手見えてただけに。そうですね、ただ森山さんまだ2曲破熱もマンツもいけますね。なんの3曲、二階堂ルミの親番です。ドラバトン二階堂さんが親なんで、ここで破熱も決めたい、親かぶり、はい、させたいところです。龍波統一、ちょっと統一が多く見える、うん、三統一。今度は二メンツあるぞ、チャンスでだ。さあ今回ドラドラですよ森山。マンツもいけそうじゃないですか。柴田も早そうだ。めちゃめちゃぶつかりそうな感じになってます。ドラドラです、はい、はい。ここでね、羽根マンツモトはあっという間に近づきますよね、森山さん。はい、あ、近藤さんもいい、みんないいんですみんないいんです。どうしましょう。柴田さんもめちゃめちゃいいんですよね。スピード感がありそう。うわ、いいシャンテンだ。あ、これはポンテンきますね。太陽のポンテン取れますね、はい、もうサクサクいきましょうと、はい、もうこれは協力体制入ってますからね、2人はね、はい、またドラトンですからね、太陽仕掛けしてくれたら何も怖くないですね。ドイツが、二階堂さんもここは流派ポンもできないでしょうね。できないですか。できないというかしないんじゃないですかね、うん、この曲伏せてもいいぐらいですからね、もうね。うーん、親を維持することが危なくてしょうがないわけですね。親かぶりのが嫌ですね、うん、ポンテン来た。はい、ポンテンサブローピン柴田です。いやー、森山もドラドラの勝負手なんですが、うん、ちょっと速度感が、あー、ここも勝負手になった。いや、ここも勝負手な。急走か、あー、引かない。二差し一本ですね。二差し。いや、ただサブローピン強しか、柴田詰まった。あ、詰まった。はい、太陽300、500、はい、積もってオーラスですね。うん。最終戦のオーラスは間もなく迎えようとしています。条件確認ですね。はい、条件確認をしていきます。こちらは現在のトータルポイント、はい、現在では柴田が1位通過、ルミが2位通過となっております。うん、リーボーでっていう場合はい、それでは条件の方お伝えします、はい、会長の条件、はい、積も3倍満、はい、リーボー出れば倍満 OK ですね。柴田さんから倍満、はい、ルミさんから跳ね満かな。ルミさんから跳ね満、はい、近藤さんからは3倍満、あとは補充していい点数の条件ですね、はいはいはい、ルミさんは、372だから倍満まで補充できますね。柴田さん、柴田さんだったら倍満まで OK、はい、倍満まで OK。まあ、2人は相当なところまで補充ですね、はい、また近藤さんが上がった場合とかは変わると思いますけど、はい、はい、さあ最終戦オーラス何の4曲が始まりました。親番は近藤です。森山さんとしては倍満の手を作っといて、
はい、あの近藤さんは多分最後までリーチ来るんで、リーボー待ちですかね。リーボーが出るとバイマンツモで OK になる。 OK、 100点カースじゃないですかね、おそらく。さあ近藤手配ちょっと苦しいか。森山はチューンといつなんとかバイマンの手を作りたい、うん、森山。そして柴田、あ悪くないですね。いや早そうだ。柴田二階堂は上がれば勝ち上がりが確定という状況です。チートイ、チートイじゃ足りない、うん、なんとかチートイとかにしたいですね。ルミさんは、あ早い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 けど、単葉だとね柴田さんアシスト来るんですけど、あそうそうそう、ここは2人で協力し合える位置関係、はいはい、こっちは単葉ですね、柴田は。こっちは単葉だけど並びが良くないですね。はい、近藤さんとにかく連チャン。でもこの手配か、白とかまずポンしてどん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 プレッシャーかけていきたいところですかね。まあね、リーチが一番プレッシャーかかるけどね。はい、ちょっと遠いですか。2人ともほぼ先手以内にいるから、あなた行きなさいよって押し付け合ってます。押し付け合ってます。ちなみに1位通過だと、はい、A タクですね。あ、2位通過明日だ。そうか、2位通過は明日で、はい、柴田さんは B タク。柴田さんはどっちにしろ明日ですね。明日になるということですね。はい、はい、連戦になります。はい、おちゅんわんこ、なんだ、どうしたらいいんだ。まあ、これは連戦は大変なんで、柴田さんが体調不良で延期した対局なんで、はい、はい、柴田さんはそこに入ってしまうということですね。あ、そういうことなんですね。そういうことです。はい、それはしょうがないんで。待ってた選手がやっぱり連戦はかわいそうなんで、はい、そこだけはちょっとルール変化ありました。なので、柴田さんは確定で通過すると明日になります。はい、柴田不安は2夜連続で。楽しめちゃいますね。はい、ワンチャン10回戦も見れちゃうというね、このままいくと。ただまだわかんないですよ。はい。さあ、どうなりました。ルミの手配はイーシャンテン。近藤が追いつくか。うわあ。手広い形のイーシャンテン、ね、ただ役は欲しいんですよね。そう、役欲しいからリャンピンスープに入れたいですよね。はい、森山さん、本一にするしかないですね、ドライ色のここまでは。うん、うん、ただここからちょっと闇手もケアしてね、近藤さんの連チャン待ちにするのもありですからね。ああ、はい、ああこれで泣きもいける。123見えてきた。3色目、イーソーチーとかしても今度は柴田さんがリャンピンどうぞってやってくれるかもしれないですね。そうですね、はい、仕掛けた。近藤が仕掛けていきました。ローピンのポン、まあ、これで2人とも行きやすくなったんで。行きやすくなりましたか。行きやすくなる。まあドラが固まってなければね。タイヤだとちょっとまだドラがなくもない、はい、ただ柴田さんドラドラなんでね。あ、ちょっと下ろしましたね今ね、二階堂さんに対して小さい、うん、どうですこの辺っていう感じですね。仕方されました。仕方振られましたね。そっちじゃない。柴田さんの方が行きやすかったですけどね、形ドラドラだから。はい、なんだ、森山さんね、オーテンバップ取りたいですね。そうするとバイツも条件生まれるんで。そうだ、はい、リーボーが出ればっていうぐらいでしたもんね。そうです。とにかくテンパイで放銃はしないようにして、はい、もう一曲やりたい。あー来た、完リャンピン。役なし、役なしは。でもこれはいけないでしょうね。リャンピンは何枚切れ、1枚切れ、2枚切れか。ハックションパイだ。ああ絞ったんだ。うわー、うまい、見事だ。見事ですね。このハック絞られるのはきつい。うん、見事な、見事な絞り。なんで止まるんですか、テンパイですよ、だって。うん、うわー、うわー使い切った。ハクとウンピン、タクはもちもちになりました。あ、森山さん、テンパイ取ったかな。
配慮を欲しい。あ、まだ店舗よりまだイーシャンですね。はい、仕掛けていってイーシャン店。なんだこれ、リャウパーはイーソリャンソ。なんだこれ、なんだこれ。まだペイが出てくる間と脳天っぽいなと思って、ポン剤はもう切らないですね、柴田さんは。あ、どうだ、そのあと1回2回テンパイ入るか。うわダメ。いや、なんで C だ。パピンチーしてテンパイ。守山も上がらないけど、テンパイの仕掛けですね。大事大事。どうだ、テンパイ入るか。ダメ。なんで入らない。脳天終わった。なんと近藤天敗入らずということで、最終5回戦目が終了となりました。森山の1人天敗でした。2人天敗です、はい、あ、ごめんなさい、森山2回堂の2人天敗でした。5回戦目の結果先にお伝えいたします。5回戦目はトップに二階堂、2着に近藤、3着に柴田、4着に森山、そしてベスト16へ勝ち上がりを決めたのは、1位通過二階堂ルミプロ、2位通過に柴田プロと、広柴田プロとなりました。はい、二階堂プロはベスト8、あ、ベスト16の A 択ですね。はい、はい、本田プロ、吉田プロ、今野プロと対戦となります。そして柴田プロは明日ですね、ベスト16、はい、ベスト16の B 択で、佐々木久人プロ、小林正和プロ、三浦智弘プロと対戦となります。連戦、連戦ですね。はい、さあ連戦はどうですかね、そのあたりも含めて明日の対局はどんな感じになると思いますか。まあ、後でね、聞いてみましょう。後で聞いてみましょうか。はい、はい、実況は水越京子プロですね、解説は三浦智弘プロとなっております。さあインタビューの方行きましょうか。はい、はい、惜しくも敗退となってしまいました。今度久原プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ今日はちょっと悔しい結果となってしまいましたが、いかがでしたか、一日を通して。最初は出来良すぎたんで、逆に雑になっちゃったかなって感じ。雑になってましたか。瀬戸駒さんご覧になっていていかがでしたか。まあ、しょうがなかったんですけど、森山さんに何宝珠の時 ね、ご自身がウッパーソー待ちで、はい、ただあれ仕掛けはもうすごく当然だし、まああそこがちょっとね急に苦しくなっちゃいましたよね。そうですね、あの位置だから、はい、なんか当たり合い呼び込んじゃう。そう、あと2回戦のオーラスでドラさん上がりたかったですね。3連チャンね。あれも完全に勝ち格かと思ったら、うん、もう僕もこれ上がれないようじゃダメだろうなと思ってやってたんで、はい、もうまあ上がれるだろうと思ってたけど、まあね、あの辺までは近藤さん圧勝ムードだったんですけど、ちょっとなんか急にきつくなっちゃいましたね。そうですね、ありがとうございます、はい、では近藤さん、今年度の締めくくりと来年度への抱負をお願いします。そうですね、まあ今日の麻雀みたいに今期はスタートはまあまあ良かったんだけど、まあだん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 悪くなって、どうにもできなく、まあリーグ戦のことなんですけど、どうにもできなくなっちゃった感じで、まあ今日の麻雀みたいですよね、スタートは良かったんだけど。本当さん、やっぱり茶色いシャツの方が良かったそうですね、今日、はい、ね、あのスタートだけですもんね。そう、黒沢さんの見て黒と赤が今日はいいんだなと思って黒と赤に着替えたんだけどやっぱ途中茶色のシャツに着替えるわけそうです全く同じですね、後半が全然ダメに、はい、はい、それでは最後にファンの方に一言お願いします。まあ今期は大体負けてたんで、まあ来期は少しでもあのプラスを重ねるような麻雀をしたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、本田久春プロです。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱりシャツですか。わかんないですわかんないけどそう言われてたんで、はい、はい、終わってみるかがそんな展開になっちゃいましたね。最初はね、本当に一人で、はい、もう圧勝ムードを圧勝モードでしたよね、はい、
それだけ他も強いというところでしょうか。さあ、インタビューの準備はいかがでしょうか。はい、惜しくも敗退となってしまいました。森山茂和会長です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。さあ、今回敗退となってしまいましたが、ご自身で、本日一日を通してみていかがでしたか。あ、簡単に打ったのが結構ね、当たっちゃったから。当たっちゃった、切っちゃいけなかったですかね。わかんないですけど、あの2回戦3回戦は素晴らしい本日の上がりが4回あったんですよね、会長。あの僕組み立て方すごいなと思ったのが、急走最初二階堂さんに3色打ったじゃないですか、うん、6急走、6急走小さい、あれ打っちゃった後に今度南中が統一で入って二泣きから仕掛けて、あれでうまくいって、その後今度本一の一通に変えてまたうまくいって、それで今度近藤さんの親やりにあの行っても当たらない状況に変わったんで、会場の時間帯になるかなと思ってたんですけどね、あそこから。まあどうなんだな、いまいち、結構頑張って言ってたんだろうけど、はい、上がる手が難しいですよね。そうですね、ちょっと工夫しないと上がれないような状況ではありましたね。上がる手が大体難しいから、まあ例えば太陽ピンフがないわけだからね、はい、あとはもう明本チートいうつも見事でしたけどね。明本チートもあんなうまくいくことがあるんですか。まあね、柴田さんあれ決定打決めに来たところで、また会長がさ、跳ね回って積もって、あれはもうはっきり言うとすごい不思議な上がりだった。ギーチかかってからね、はい、本一を狙ってましたけど、はい、あんな形の本一って、あの明本チートイっていうのは、うん、まあびっくり、上がってびっくりしましたけどねねえ、本当に、最後のもう一番最後の回もやっぱりあの柴田君が動いちゃって、はい、ルミちゃんがちょっと有利になっちゃったよね、あれ。あ、リアンウソとかも、はい、あ、うん、やっぱりトン一局に2000、4000引いたら大きいですよね、はい、うん、あの時に、まあ、僕の方にリアンウソ来たらまだちょっとは止まってるかもしれないし、うん、そうすると確か 2、3C とかなんかあったんだよね、なんか。まあその辺はね、ちょっとしたあやありましたね、やっぱり、うん、だから、はい、もうそれで苦しくなっちゃって、はい、あと行った近藤君に見たらみんなどんどんねえ、もうあのチートイスはもう危なかったんだけど、はい、もうしょうがないかなと思って、あーペイですね、うん、はい、まあ自敗はなんか危なそうなね、ちょっと感じはあったんですけど、うん、まあ行くだけ行ってみようと思ったけど、うん、まあただね、皆さん最終戦まで面白かった、めちゃめちゃ見応えのある対局でした、はい、うん、柴田君がね頑張ってちょっと悪かったのに、はい、生き返るからね、うんうん、柴田さんだけなぜ急に良くなったかがちょっと分かんなかった。いや、柴田君の麻雀はそういう麻雀ですよ、うん、だから何かいろんなことやるから、はい、うまくいって近藤君が悪くなっちゃったんですよね。そうですね、近藤さんはあの会長に難報酬したとこからですね、あれ打たなくてよかったんですか。あの動きは普通だったんですけど、うん、やっぱりちょっとしたあやで会長にウーピンが重なってしまって、うん、あの打点が上昇した、まあ、そうだけど、あれ本質にも見えるから、そうですね、僕には難打たない方が、うん、まあそうですね、だからなんで打っちゃったのかなって、まあウッパーソが強烈にいい町だったんで、ちょっと町テンパイだったの。テンパイなんですよ。ああそうか、それは、ね、はい、しかも相当早いテンパイで、ああそうなんだ、山6ぐらいの町だったんで、ね、そうなんだ、はい、僕出たからどっちか行って出たら簡単にあれと思ってそうなんですよね、町が強すぎて打っちゃったって感じですね。だから、まあ、まあ近藤君が崩れてきちゃったからね、うん、うん、まあ最後ちょっとどうしようもありませんでしたありがとうございます。まあでもまあ見てる方は本当に面白かったです、はい、素晴らしい麻雀だった、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。うん、いろんなことが本当にありましたけどね。そうですね、やっぱりね、麻雀なんでね、はい、一つの動きとかでね、有利になったり不利になったりするんでね、まあ、そこはまたトーナメントの面白いところですけど、はい、ある種勝ち上がりを決めた柴田プロも自分でこうね、はい、いい流れを引き寄せたように、うん、はい、さあ続いては、見事ベスト16 A 卓へですね、勝ち上がりを決めました二階堂ルミプロです。お疲れ様です。おめでとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ勝ち上がりとなりましたが、はい、どのあたりで決め手になったとか、うん、
今日一日を通してみてどのあたりに手応えがあったりしましたか？あの正直手応えとか決め手とかって全然ないですね、はい、ないんですか？やっぱ最後まで着順勝負でしたし、あの、うん、トップないですもんね私。そういえば、はい、ああそうかもしれない、トップないんですね、はい、そうなんですよ。あの上がりたいなっていう時に間に合わなくて、うん、であの手痛い八千宝珠とかもあったりしたんで、うん、ちょっと最後までヒリヒリしてましたね。瀬戸駒プロご覧になっていていかがでしたか？はい、あの非常にね、あの二階堂さんらしい手役狙った面白い麻雀だった。あの、ま、最初の3、あの1、2、3、3、マンズが、はい、そこからね、デッキメンツから E1 切ったりして、そう、ペンちゃん立つそう、あの辺はもう二階堂さん全開でしたし、あとトン統一落とし、シャー統一落としして、はい、太陽のみ上がったとこ、はい、まあ古川さんかと思いましたけど。あとやっぱり秀逸だったのが5回戦のドラのチュン切りのタイミングですよね。あそこはだいぶちょっと形整ってないとこから切ったんで、でもまあそれによってね、あの手配伸びて、そうですね、誰がポンしてもあの割とそんなに悪くない状況だなと思ったんで、誰にポンされてもあそこしかないかなっていう感じでしたね。あそこ見事でしたね。あとは昨日赤字戦と往来戦あったんですけど、はい、トーナメントの戦い方としてあのペーアンコからのね、あ、はいはい、1枚落とし、あれはぜひ若手には見習ってほしいなと。なんか馬ぶりの極みかな。いやでもあの乱走を残したのは秀逸だと思いますが、ピンズに寄せないで、はい、あの形持ちづらいですけど、乱走嘘で持って三蔵をくっつけたっていうのは、あそこは皆さん見習うべきとこかなと思います。あと最後の白絞りもすごかったですね。あ、すごかったですね。白はポン入っちゃうんですよ、あれ近藤さんに。ね、なんかもう、はい、あの、だし、あの、さ、あの、まあまあないですけど、森山さんに、あの、メホンチートイドラドラとか打っちゃうと、あ、はい、あの、最悪だなっていうので、やっぱ自敗はちょっと、まあ、あの、結果はあれでしたけど。そうですね、羽直ダメでしたからね。そうですね。はい。うん、まあ、非常にもう 全般として、はい、二階堂ワールドで良かったです。楽しめました。そう、はい、スタジオ6 A 卓では、本田智弘プロ、吉田忠プロ、今野慎太郎プロとの対戦となりますが、そのあたりも含めて意気込みをお願いします。そうですね、今日はあの私最年少であのすごい伸び伸び楽しく打てたんですけど、ちょっとあの世代がこうあのキュッと近づいてしまったんで、あの気を引き締めて頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後にすいません、ファンの方に一言お願いできますか？はい、いつも応援してくださってありがとうございます。あの次回もいい報告ができるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。二階堂ルミプロでした。うん、面白いマージャンでしたね。本当に公式ルールの面白さをまた、ただやっぱりね、あの熟練されてるんで、はい、ゲーム回しとか、うん、手組みとか非常に勉強になるんで、はい、本当に昨日勝ち上がった若手の人には、うん、今日の二階堂さんのマージャンは参考にしてほしいなと思いました。はい、はい。そして次が噂の連戦となる柴田さんからお話聞けますね。はいはい、楽しみです。はい、瀬戸駒さんもですもんね、あの D 卓、はい、3日ですね。3日ですか？3日です、はい。そのあたりも後で聞きたいですが、はい、さあ準備ができたようです。ベスト 16B 卓へ勝ち上がりを決めた広柴田プロです。お疲れ様です。おめでとうございます。はい、お疲れ様でした。さしまたプロ、はい、今日はちょっと下り上司から一気に上り上司になってというような感じでしたが、いかがでしたか？そうですね、1回戦ね、ちょっとしたことであのイースーピンテンパイをリャンピン短期にしたあたりからちょっと噛み合わせ悪くなっちゃったなと思って。どのあたりで調子が戻ってきたなって感じたりとかあったんですか？いや調子というよりはなんか終始手が良かっただっていうのもあったんですけどね。どのあたり、まあ3回戦か4回戦からチートイドラドラ連続で上がれたのは、うん、すごいいいなと。序盤は泣こうと思ってたんですけど、夜会はもういいシャンテになったらもう泣かない方がいいなと思ってたんで、そしたらね、あの会長にスーピンとドラのイースを打たれて、でも結果悪くないな。パワーピン短期の時はもう近藤さんがあのルミさんに行っちゃうんで、向かって行っちゃうと思ったんで、もうリーチ打たないと止まんないと思ったんで、はい、そうですね。そしたら、まあ、ルミさんからパーピンが出て、まあ、よかったかなっていう感じで、はい。瀬戸駒さん、ご覧になっていていかがだったでしょうか？はい、そうですね、柴田さんおっしゃるように、最初ちょっとなんか、あの、久
久しぶりに会ったのがドラノリアンス打ちとからしくないなと思ったんですよね。あ、はい、うん、ただあのきっかけが本当に僕もよく分かんなくて、4回戦からは柴田さんらしいあの、ね、研ぎ澄まされたパワーピン短期とかパワーワン短期とか見れたんですけど、なんかどこきっかけだったのかなとか全然分かんなくて、柴田さんなりにどっかあったのかなと思って、それは聞きたかったんですけど。いやなんか自分でも結構反省点が多くて、例えば、はい、ウーピンがドラの曲かなんかで親であの2600オール弾いた時曲、はい、やっぱり素直に組んでれば多分ペン3ピンは捕まえるだろうし、ね、みたいな、うん、3枚切りのペン、なんかきっかけはそんなになかったんですよね、うん、なんか終始でも手は良かったんですよ、うん、なんか上がれそうな手が多い、うん、なんかいつもだったら柴田さん劣勢の時にねじ込んでくるじゃないですか、どっかで、はいはいはい、なんか今日全然ねじ込んだ感がなくて、そうですね、急になんかトップ取って、まあ、次からチートドラドラ、うん、バンバン決めてみたいな、ね、なんかそうですね、うん、まあ、そっからのゲーム回しはさすがだったんですけど、はい、ちょっとまだまあちょっともう何日も麻雀打ってなかったんでちょっと病み上がりで、はい、そうですね、うん、まあ明日に向けてちょっと温存してる感じですかね、うん、うん、あんまり自分でも実感ないですあんまり、うんうん、逃げ回ってたし、明日は連戦で佐々木久人プロ、小林正和プロ、三浦智弘プロとの対戦となりますが、そのあたりはいかがでしょうか。うん、そうですね、うん、どうだか、まあ若手の小林さんと、まあ、三浦さんベテラン、まあ久人さんにはちょっと一回勝ってみたいなと思ってるんで、ちょっと気合い入れて明日、まあ、今日は勝ってたんでね、うん、ここで、練習じゃないですけどここで一回、対局感をつかんで明日、万全で挑みたいと思っております。はい、ありがとうございます。柴田ファンはね楽しみにしてるの。そうなんですよ、2日連続で柴田さん見れる、楽しめちゃう体力的な問題がファンの方にも一言お願いします。そうですね、まあ明日ベスト16ですか、まだまだ、決勝まではまだ道のり長いんですけど、まあ今季ね最後ということでちょっと決勝優勝を目指して頑張りたいと思っておりますので、応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、広柴田プロでした。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、というわけでベスト16への立ち上がり、はい、全て決まりました。はい、はい、ピンクの字の選手がベスト16に進出となりますね。さあこちらがベスト16の宅組となっております。うん、はい、そして徳間さんもね D 宅から、あ、そうですね、はい、はい、参戦となりますが、はい、この辺の意気込みなどはいかがでしょうか。あ、そうですね、まあもう自分でもリーグ戦も降級したし、まあ、そういった意味ではまた一からのスタートだと思ってるんで、まあ、皆さんに胸を借りるつもりでしっかり戦えれば、そして来季の手応えつかめればいいかなと思ってるんで、うん、はい、まあ一次予選に二次予選とね素晴らしい戦い続いたんで、はい、僕も負けないように楽しみにします。いい麻雀だけは打ちたいと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。そして、明日ですね、ベスト16の B 卓、佐々木久人プロ、小林正和プロ、三浦智弘プロ、そして広柴田プロという対局も待っております。そちらの方もぜひ皆様お楽しみにしていてください。それでは本日も長い間お付き合いいただきありがとうございました。